はい、ということで、はい、ついについにモザイクアートが完成しました。完成しました、はい、完成のお披露目の前にね、まずモザイクアートとは何ぞやということをトミーさんに教えてもらおうかなと思います。お願いします。そうですね、モザイクアート、モザイクアートでさっきから何言ってんだってことで、はい、モザイクアートを説明します。モザイクアートって何、まずこの左側のモナリザ、モナリザでいいんだよね、モナリザだね、モナリザ、この一つの絵があるじゃないですか、はい、でもなんかブツ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 ってしてると思うんですけど、はい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 、この一つの絵ってこの右側の見てもらうと分かると思うんですけど、小さい写真か絵ですかね、これは。この一つ一つの絵によって、この大きな絵が、はい、完成するってこと で、 へー、で普通だったら写真とかで多分よく見かけると思うんですけど、そうだね、今回写真ではなく、はい、If I am モザイクアートということで、はいはい、まず紙を用意します。白い紙、手のひらサイズの白い紙を用意しました、うん、こういうねちっちゃいのがありましたね。そう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 、いっぱいテーブルにね並べてありましたね、うん、ってことでその小さい紙に自分の好きな〇〇を書く。でこの〇〇なんですけど、うん、自分の好きなものだったり、はい、人だったり、まあ、何か団体とか何でも OK なんです。はい、でその脇に、まあ、自分の名前を書いてねっていうことで、まあ、これをたくさん集めて何か一つの絵にしようっていうことです。うんうん、なるほどなるほど、見たことある絵だけど、まあ、見たことこれではないからね、はい、何言ったなこれは、はい、こういうのをね作ってくるのね。でこんな感じでみんなに書いてもらいました。さ、うん、さっきのちょっと不審者っぽい人こんな感じでカキ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 やってもらって、あ、これ私どっか向いてんなあれですね、夜中の大喜利前とかにきっとフルーチェが出てるんでそうだと思います。美味しかった、美味しかった、たくさんの差し入れいただきながら ね、 ね、美味しかったね。24時間配信やってきましたので皆さんありがとうございます。ありがとうございます。大喜利見ながらね、こっち女性群はねこうカキ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 やりながら ね、 ね、笑いながら見てましたよやりながらの時にで結構、まああんまり人も来ずちょっと結構頑張ってみんなで絵を描いてたんですよね、今日の朝とかも、うんうん、そうですね、もう今日ほとんど If I am メンバースタッフが6人しかいない中で4人がモザイクアートをしてるみたいな時間もありましたからね頑張ってました、はい、ちょこちょここうやって沙織さんが手に持ってるこのモザイクアート一つ一つをほうほうほう、下に模造紙があると思うんですけど、これに、うんうん、当てはめて、パズルみたいな形で当てはめて、はいはいはい、ちょっと色の組み合わせっていうものをしていきました、まあ、こんな感じですかね。沙織さんめちゃくちゃ頑張ってますね。頑張ってもらいました、ありがとうございます。でこんな感じでちょっとできてる感じ で、 でこの状態だとまだ何ができるのか、そうですよね、本当にわからないですね。わかんない、私もわかんなかったですもんこの状態でいや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 、でこんな感じ で、はい、で黒が足りないっていうことで黒使ったんですけど、今日の午後の配信ではあの来た人みんなにとりあえず黒を描いてもらうっていうことでもう永遠と黒を描いてもらって、もう好きなものにカラフルにしたいのに、したいのに黒すいません、おかしいな、頭ちょっといかれるんじゃないかと思うぐらい黒を描いてもらいました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。でこんな感じでちょこちょこちょっと見えてきたかなぐらいの感じですかね。あ、ここはちょっと見えるね、でも完成図分かってるからかな見えます、分かりますこれ、分かるかな、分かんない分かんない、分かんないかでこんな感じで、はい、進めていきました。はい、はい、という感じでモザイクアートの説明をしていただいたんですが、今回どんな感じの、今回は If I am での放送っていうことで、うん、何かまあ動画とか If I am にちなんだものをちょこっとだけ載せましたね。おただ今回その一つの絵にする、アートにするっていうことだったんですけど、まあ、来場者がどのぐらい来るのかっていうのが分かんなかったので、ちょっと一つ一つの
モザイクが大きいんですよね。なのでちょっとできる範囲、できる形にする範囲がちょっと狭まってしまったので、ちょっとまあどう見られるか不安ですね。いやでもトミーさんすごく頑張ってくれたので、うん、早速見ていきますか。いますか。じゃあ見るにあたって皆さんちょっとカウントダウンをしていただきたいなと思います。みんなで3、2、1どうぞって言ってください、はい、お願いします、はい、いいですか。行こう。いきます。3、2、1、どうぞ。おー、わかりますかね。ちょっとこれはいきます。イフアイあムって頑張ったんですけど見えますかね。見える。ありがとうございます。で、まあ、これは24。24時間配信、サンキューということで、はい、はい、そうです。で、ここからなんですけど、これ、わかりますか？ちょっと、ビデオカメラなんです。ちょっと色この辺薄いんで難しいと思うんですけど、ビデオカメラで、フィルムで、三脚、茶色。わかるかな？で、ここがこの黄色い光みたいな形で、そうなんです。で黒いのはちょっと暗闇みたいな形でやってました。で止まってくださいね。でこの映りますかね。これが本当は最初、やる予定の図だったんですけど、まあ、こんな形ではい、表現させていただきました。はい、はい、ということでたくさんの人に協力いただいて無事完成することができました。たくさんね、本当にいろんな絵あるんですけど、好きなものを描いていただいたんで、猫だったりおつんだだったり、あともう好きな地域、私なんか秋田とか描いたりしたんですけどツイッターとかもありますよ。現代行。現代行。私のスマホどこ行った？スマホどこ行った？ラブライブとかね。書いてありますね。あれ？ラブライブ誰だ？誰だ？魚の骨はちょっと謎だね。あそこにある。あ、これはちょっと有名なミュージシャンのバンドのロゴかなって。のようにいろんな人に来ていただいた方、はい、みんなに声をかけて今回このように完成することができました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということでトミーのモザイクアート無事完成しました。これでまあね、次はあとエンディングのみになります。24時間配信もあとエンディングのみということで、もう次誰やるのかな。エンディング誰、みんなでやっていきましょうか。はい、ではエンディングということでトミーのモザイクアート完成です。ありがとうございました。